ミシシッピ計画、ミシシッピ計画、ミシシッピ計画は、18世紀初頭に、北、アメリカに植民地を有していたフランスが建てた、ミシシッピ側周辺における、開発、貿易計画、ミシシッピ会社とも言う。フランスで建てられたこの計画は、開発バブルを引き起こし、会社の業績が極端に悪いのに発行価格の40倍にまで、株価が暴騰する事態を招いた。 チューリップバブル、オランダや南海放末事件、イギリスと共に三大バブル経済の例えとして知られる。1717 17年8月、スコットランドの実業家、ジョン・ローが当時は誰からも見放されていたミシシッピ会社の経営権を入手し、製法会社、コンプニーィ・オクシデントと名を改めた。当初のジョン・ローの狙いは、フランス領ルイジアナ植民地など、 ミシシッピ側の流域のほとんどを含む北アメリカのフランス植民地との貿易にあった。製法会社の経営権を入手したことで、フランス政府は北アメリカ及び西インド諸島との貿易に関する25年の独占権をジョン・ローに対して保障した。1719年、製法会社は東インド会社、中国会社、 その他のフランスの貿易会社を併合して、インド会社、コンプニデス・アンダ、または、コンプニパーペッチエル・デス・アンダとなり、またジョン・ローが、総合銀行として1716年に設立した、王立銀行、ボンク・ロワイアルまでも所有するに至った。ジョン・ローは、ルイジアナの富を巧みなマーケティング戦略を用いて、宣伝した。その結果1719年に、 インド会社株に対しての熱狂的な投機買いが起こり、株価は500リーブルから1万リーブルまで高騰した。しかし、1720年の夏にかけて、急激な信用不安が起こったため、1721年には、再び500リーブルまで下落した。1720年、摂政フィリップ二世は、ジョン・ローを解任し、同年12月20日、ローは、フランス国外へ逃亡した。 この当時、フランスは、戦争や、王族の浪費などで大変な財政赤字を抱えていた。死去を参照。これに対策するために、国債の乱発や、貨幣の改中を繰り返した。そのため、通貨であった、金貨、銀貨は、価格の変動が激しかった。中央銀行を支配し、通貨発行権を手に入れたジョンローは、札刊紙幣を発行した。 価格の下落の激しい国債や金貨、銀貨よりも信用があり、この時期価格の安定していた銀行券が支持された。が、ジョン・ローは反対したが応急から圧力がかかり、以下のスキームにて紙幣を乱発してしまった。海の向こうで事業を行っている実態の見えないミシシッピ会社株は高騰を続けたため、ジョン・ローはミシシッピ会社株を増やし、 ミシシッピ会社株を買うための資金を銀行から貸し出した。同時に、口実の実質的な政府債務免除である、政府債務のミシシッピ株への転換も行われた。これがミシシッピバブルのスキームである、ミシシッピ会社株が売れる、銀行の通貨発行量が増える、ミシシッピ会社株の価格が上がる、さらに銀行の通貨発行量が増える、政府債務と、 ミシシッピ株の転嫁、政府債務がなくなり、通貨が市場に溢れて、フランスが空前の後継期となる。ミシシッピ会社の発行済み株式の量は、1720年には50万株程度だった。すなわち株価が1万リーブルだった時の会社の時価、評価額は50億リーブルとなる。株価が500リーブルまで崩壊した1721年9月時点では、 時価評価額は2億5000万リーブルにまで下がった。ちなみに、当時のフランス政府の歳出規模は1億5000万リーブル1700年で、政府の負債額は16億リーブル1719年であった。政府とジョン・ローは16億リーブルの政府負債のすべてを会社の株式で買い上げることにした。この計画は成功した。政府の負債の債権者たちは、 債券や手形でこの株を購入し、1720年には政府の全夫妻はこの会社に移った債券と資産の変換。これによって元の政府に対する債権者が今度はこの会社の所有者、株主となった会社経営は政府によってコントロールされていた。政府は毎年3%に当たる4800万リーブルの利息を支払った。これによって政府は 歳入の10倍、GDP の約2から4倍もの多額の債務返済を一時的に免,れ債務免除されたような状況になった。この成功によって株価は高騰したが、その後1720年から1721年にかけて、この会社の市場からの資本調達が破綻した。イギリスで南海放末事件が発生したのも、この時期である。こちらの場合、 5000ポンドの政府負債の80%を南海会社が取得し、インド会社、ミシシッピ会社の株価が最高値を記録した4本の数ヶ月後の1720年8月に株価が最高値1000ポンドまで上昇した。実際にミシシッピ会社株が利益を出すわけもないので、これを不審に感じた人や、 あまりの加熱を不審に思った人が、ミシシッピ会社株と紙幣を売り払い、金や硬貨に変えて海外に持ち出し始め、取り付け騒ぎが起こった。ジョン・ローの紙幣を金や硬貨に変えたい人が、銀行に殺到したが、これに対応できる金はそもそも銀行になかったので、対応できなかった。ミシシッピ会社株は1721年に、会社倒産によって、紙くず同然となった。 ジョン・ローの社兵は金や効果と変えることができず、価格が大幅に下落。経済は混乱し、民衆には借金だけが残った。ジョン・ローはフランスより亡命した。ジョン・ローのミシシッピ会社は1721年に倒産した。そして組織を再編し、1722年に事業を再開した。1723年再開した会社はルイ15世から、 新たに特権を与えられた。主な特権は、タバコやコーヒーの専売権や国発行の宝くじを再興する権利である。この会社に関して、金融市場は再び賑わいを見せ、株価や社債は値上がりし、自己資本は膨れ上がった。1726年から1746年にかけて国外貿易事業と国内事業が繁盛した。これによって、 主要港であるロリアムをはじめとして、ボルドー、なんと、マルセイユなどの港湾都市も栄えた。この時期に、西半球に関する貿易圏は失ったが、東側との貿易事業は繁栄を続けた。この時期の貿易品目は、中国からの陶磁器、壁紙、漆、茶、中国やインドからの絹織物、モカ、イエメンからのコーヒー、マヘ、インドからの胡椒、 西アフリカからの金、増下、奴隷などがあった。1746年以降、フランス政府の公共事業拡大路線は会社に負担を与えるようになり、7年戦争、1756年から1763年が特に大きな打撃となった。1770年2月、同社に対し、当時3000万リーブルに及んだ。 全資産と権利を国家に譲渡する命令額だった。なお、国王は会社の全負債の返済と利息の支払いを約束した。同社は1770年に解散し、弁債は1790年代まで引き継がれた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。